東亜日報東亜放送東亜放送は大韓民国にかつて存在した AM ラジオ放送局である。東亜放送のオフィスが置かれた東亜日報社の旧本社ビル開局当初から韓国を代表する全国市東亜日報社の直営で責任者も局長としていた。ソウル特別市で韓国文化放送に次ぐ2局目の 民間企業経営ラジオ局として1963年4月25日に開局した。小六高下門の東亜日報本社ビルに4.5階を増築して放送局機能を収容し、ソウルとその周辺地域を放送エリアとして周波数 1230kHz、出力 10kW でサービスを開始した。当時同じ周波数を使用していた。 長崎放送ラジオとの渾身が年々悪化し、1966年12月4日に周波数を 790kHz に変更した。富山・甲州への中継局設置や FM ラジオ局、テレビ局の開設を申請したが許可されなかったため、1968年4月25日に出力を 50kW に増強し、受信可能地域を広げた。 東亜日報の取材力を活かして報道番組に力を入れ、開局1年後にはソウル、首都圏で聴取率1位を獲得した。しかし牧政規制権に批判的であった東亜日報が1974年12月末から政府の圧力で大半の広告を解約される事態が、翌1975年1月に東亜放送にも波及した。2月には、 弾圧前の91.7%の広告が解約され、コスト削減のため深夜番組の休止に追い込まれた。7月に広告弾圧が終結してから目標は続き、聴取率1位の座を東洋放送に譲った。ゲストとの公開トークショー、愉快な応接室や、報道ドキュメンタリー、DBS リポートや、ラジオドラマなど、人気番組が数々存在した。 1980年代の地方局解説やテレビ、放送開始を目指し、ソウル特別支援東北南寺島に、東亜放送の新拠点となる、東亜日報社南寺島別館の建設を進める中、1980年9月に大統領に就任した全都館は、言論統制を目的とした、言論統廃合政策を打ち出した。東亜放送も、事業放棄を迫られ、 11月30日の閉局により18年の歴史に幕を下ろした。この周波数は韓国放送公社に移管され、ソウル、首都圏密着型のラジオ放送、KBS ラジオソウルとして1991年まで KBS が運営した。これをめぐり、東亜日報は周波数変換を求める訴えを起こしたが敗訴した。この周波数は、 民営放送の解禁に伴って1990年11月に設立されたソウル放送が継承し、1991年3月にラジオ放送を開始した。現在は SBS ラブ FM と同一の番組を放送している。SBS と提携する地域民放のラジオ放送事業は2016年5月1日に開局した。 標準 FM 扱いの FM 放送の KNN ラブ FM が初めて SBS ラブ FM の大半の番組をサイマル放送するが SBS パワー FM の番組を中心に編成する FM ラジオ放送を全地域民放局で実施しており SBS は系列内で唯一の中波ラジオ放送を実施していることには変わりないちなみに 東亜日報は2009年からインターネットにてテレビ放送を開始。そして2010年にリア・キヒロ政権の規制緩和政策により新聞社にもテレビ放送事業への参入が認められ、東亜日報もテレビの総合編成放送への参入を大韓民国放送通信委員会に申請した結果、同年12月31日に中央日報、朝鮮日報、 毎日経済新聞と共に認められた。2011年12月1日には、チャンネル A という名称で、テレビ放送に新規参入を果たした。ただ、JTBC を事実上の後継局とみなす、TBC とは異なり、単営メディアが異なるチャンネル A を、DBS の事実上の後継局とはみなしていない。ありがとうございます。